今更困ります。私はもう緑銀行を辞めたんです。当金庫とはご縁がなかったということで。リン、お母さん、リンを迎えに行く。これは？トレイン。Good。はい。What is this？どうしたの？はい、小柳です。違います。間違い電話。はい。誰だと思ったの？アポロ。ただいま。おかえりなさい。はい、おかえりなさい。どうしたんですか？会社辞めたのに背広。ハローワーク行ってたから。ニコニコ信用金庫の話なくなったんだ。え？参ったよ。どうしてですか？行くはずだった新しい部署ができるのが延期になったんだ。そんな勝手な。向こうは好意的で法人営業部に部長で入れてくれるって言ったけど、俺のくじごじっていう条件と合わなかったから。だからって。しょうがないよ。とにかく一日も早く仕事見つけないと。電話いただいたみたいですけど、もしかしてこのことだったんですか？どうしようってちょっとパニックになってつい北島さんに電話しちゃったけど、北島さん出なくてよかったよ。そんな電話北島さんだって困るだろうし。さあ食べよう。リン、ご飯だぞ。はい。じゃあ失礼します。気をつけて。いいですよ、かけてくれて。え？パニックの時かけてください、電話。ここならあなたのスキルを活かせるんじゃないですか？でもここも残業ありそうですよね。本当に正社員を希望されているんですか？すいません。ごめん、待たせて。うん。あ、すいません。コーヒーとミックスサンド。かしこまりました。どうした？私
好きな人がいる。あ、念のために聞くけど、俺じゃないよな。ごめんなさい。俺まだ降りる気ないから。お待たせしました。このミックスサンド食べた？ううん、食べなきゃ。そう、あ、ミックスサンドをもう一つ追加。はい。じゃあ ね、 じゃあね。バイバイ。本当にごめんね。お母さん黙っていなくなったりして。パリ？そう、パリにいたの。お待たせしました。いただきます。はい。おいしい？おいしい。ご飯ちゃんと食べてる？はい。お父さん作ってくれるの？ううん、ばあちゃんは時々作ってくれる。お父さんはお弁当買ってきたり出前取ったり？はい。そんなことだろうとは思ってたけど、できるだけ早くリンがお母さんと暮らせるようにするからね。ただいま。おかえりなさい。ただいま。出前取るけど蕎麦屋でいい？お父さんご飯作らないの？え？料理するって言ったのに。ああ、ごめん、作れなくなったから。どうして？お父さん今それどころじゃないんだ。ご飯作ってよ。そのうちな。いつ？分からないよ。明日は？明日は無理。明後日は？無理。どうして？無理なんは無理なんだよ。ごめん、大きな声出して。作れるようになったらちゃんと作るから。はい、小柳です。宮林ですけど。元気？さんのお知り合いの方ですよね？はい、凛ちゃんの家庭教師をしています。そうなんですか。あ、鍋？ええ、鍋。あ、そうだ、凛ちゃんのデザートなんですけど、ナタデココかプリンか、どっちがいいと思います？さあ、ケーキで好きなのはモンブランですけど。モンブラン。じゃあプリンにします。失礼します。またお会いするかもしれませんね。
私、坪井です。北島です。北島三郎の北島です。失礼します。何言ってんだろう私。これも。はい。これも。どう、新しい部長。僕合わない。岸本君部長に生意気なこと言ってるんでしょ。その通りです。最近はそうでもないんですよ。僕会社に留学させてもらおうかなって考えてるんで。会社に金出してもらっといて帰国したらすぐに転職するつもりだろ。ステップアップのために利用できるものはどんどん利用するべきです。大丈夫？宮林課長は部長とうまくいってますよね。宮林さん課長になったんですよね。おめでとうございます。お前はニコニコ信用金庫行ったらいきなり部長ぐらいになれんじゃないの。そんなことないですよ。ビール持ってきます。小柳さん、彼女いるのかな。え？行ってすぐ女の髪の毛発見した。凛ちゃんじゃない？もっと短かった。じゃあ予作。予作？北島三郎。わかんない。凛ちゃんには絶対勝てないよね。何が？一番愛されるのは凛ちゃん。どんなに頑張っても二番にしかなれない。私は一番がいいな。寝ちゃったのか。あ、はい。水持ってきます。ビール。え、大丈夫？ビール。はい。お前も。いい話だよな。娘のために出世を諦めて転職だなんて。え？お前前に俺は悪人。なんで宮林さんが悪人なんですか？悪人じゃないな、極悪人だ。極悪人？俺お前と違って井上部長と会わなかった。だからもっと俺を評価してくれる部長に変わってほしいなってずっと思ってた。そしたら死んじゃった。俺悲しむより先にちょっとホッとしたんだよ。ご確認だろ。本当の告白人はそういうこと黙ってますよ。帰るわ。あの、どうして急にそんなこと話すんですか。宮林さんずっと出世なんか興味がないって言ってたのに。お前が俺のライバルじゃなくなったからかな。俺ライバルだったんだ。お前が先に課長になったらたまんねえなってずっと思ってた。小さい人間だろ。
また来ていい？はい。じゃあ。まだ起きてたのか。そうだけど、それがどうかしたの？おやすみなさい。おやすみ。こんにちは。こんにちは。どうぞ。すみません。はい。俺だ。何？何ってことはないだろう。だから何？緑銀行を辞めたこと、ちゃんと話してくれよ。今そんなこと話してる時間ないから。そんなことってことはないだろう。おい、ちょっと待って、切るなよ。この前みたいに何も言わずに突然切ったりするんじゃないぞ。切らせていただきます。すいません。いえ。すいません。今忙しいんだよ。じゃあ出なきゃいいのに。かなこ？お仕事中ごめんなさい。今どこ？都内のホテル。パリから帰ったんだ。うん。なんか用？リンに何も聞いてない？え？いただきます。いただきます。父さん元気ないんだ。お仕事のことを聞いてない？はい。そっか。ねえ、今度一緒に遊園地行く？三人がいい。え？凛とお父さんとお母さん、三人で一緒に住みたい。どうして三人一緒はダメなの？お母さん、パリから帰ってきたのに。え、リンちゃんお母さんに会ったの？リンを迎えに来るって。リンに会って何話したんだよ。リン、私のこと綺麗になったって言ってくれたの。新しい生活落ち着いて仕事も順調よ。仕事って？キュレーター。キュレーター？美術品の鑑定や買い付けをしてるの。かの子が？だから凛を迎えに来たの。これからは私が凛と暮らす。ちょっと待てよ。あなただってその方がいいでしょ。よくないよ。
リンは渡せない。子供手放しは世間体が悪いから。そうじゃなくて。そうでしょ。リンを愛してないんだろう。愛してる。愛してないって言ったじゃないか。だから置いてけたんだろう。あの時はそう言うしかなかったのよ。気持ちが不安定で一日も早くあの生活から抜け出したかった。新しい人生を踏み出そうと思ったらリンを捨てるくらいの覚悟が必要だった。カナコはリンを捨てたんだ。落ち着いたらリンを迎えに来るつもりだった。とにかくリンは渡せない。それからリンに勝手に会うのはもうやめてくれ。リンの気持ちはどうかしら。お帰りなさい。リン、お母さんに会ったんだってな。どうしてお父さんに話さなかったんだ。リン、三人一緒がいい。え？リン、リンちゃん言ってました。お父さんとお母さんと三人で暮らしたいって。ちゃんと話しただろ。お父さんとお母さんは離婚したって。三人一緒がいい。かなこ、凛に一緒に暮らそうって言ったんだって。勝手なことするから今さら3人一緒だとか言うんだよ。凛ちゃんにちゃんと話をすれば理解するんじゃないですか。離婚のこと、今仕事を探してることも話した方がいいと思います。お父さんが元気がないって心配してましたから。リンはまだ小さくて複雑なことは理解できないよ。理解できなくても理由をちゃんと話してもらえたってことで安心すると思います。リンはどうしてかな子に会ったことを俺に話さなかったと思う。リンは母親の方がいいのかな。かなこのやつ今さら何だって言うんだよ。かなこが家を出てってからリンを見てきたのは俺だぞ。そうだろう。でもその前はずっとお母さんが。じゃあ何、リンは母親と一緒にいた方がいいっていうのか。違います。じゃあ何だよ。リンちゃん、お父さんとお母さんどっちかを選ぶなんてことできないんだと思います。失礼します。リン、お父さん、リンに話があるんだけど、眠いか？
風呂入るのか。お父さんと口聞きたくないのか。そっか。じゃあこうしよう。ちょっとだけここに座ってくれないか。それでお父さんが今から話すことが分かったらこうしてくれないか。分かったらピースだ。まず仕事のことだけど、お父さんニコニコ信用金庫で働けなくなったんだ。お金を稼げなくなるとご飯が食べられなくなる。そうならないようにお父さん今一生懸命仕事を探してて大変なんだ。だからちょっと元気がなかったり料理を作れなくなった。でもお父さん元気出すし、仕事が見つかったら料理もちゃんと作るから。分かったか。それから離婚のことだけど、お母さんとお父さんは夫婦じゃなくなったんだ。もう仲良くできないんだ。ごめんな。凛は何も悪くないんだからな。悲しいけどもう三人一緒に住むことはできない。分かったか。分かったらピースだぞ。リン、ジュース作ろう。何のジュースがいい？リンゴにしよう。じゃあな、気をつけていくんだぞ。お茶入れるから。自分が何をしたか分かってるの？
凛のことならごめんなさい。でも今は私凛と暮らしたい。またいつか自分の都合で凛ちゃんを手放す時が来るんじゃない。二度と手放さない。私自分の人生取り戻したら凛を迎えに来るつもりだった。家を出る前の私壊れちゃいそうだったの。だから家を出た。自分を何とかしたかった。自立できるように必死に頑張ったわよ。凛のこと思うと苦しかったけど、わずかな間だけだからって。でも私間違ってた。たとえわずかな間でも凛と離れちゃいけなかったのよ。今頃気づくなんて母親資格って分かってる。兄貴ちゃんいけなかったのかもしれない。ずっとここに泊まるつもり？干してきたの。うちに帰ってらっしゃい。緑銀行さんやニコニコ信金さんの件はよくわかりました。ですが勤務時間について小柳さんの条件を受け入れるわけにはいかないんです。リン、どうしたんですか？今日クラスで母親に作ってもらったバッグを嬉しそうにみんなに見せていた子がいたんです。そしたらリンさんが。本当にリンがそんなことを。最後までリンさん謝りませんでした。リン、前のように私と別れた妻の3人で暮らしたがっています。できないと話しましたが、どうしても認めたくないようで。そうですか。リンさん、友達に悪いことをしたとちゃんと分かっていて心を痛めてます。今日のところは叱らないでそっとしておいてあげたらどうですか？はい。リン、帰ろう。
もしかして昨日の話分かってくれたってこと？ごめんな、凛。人はなぜ愛する人を傷つけてしまうのだろう。小柳です。どうぞ。なぜただ愛することだけできないのだろう。どうぞ。何ですか話って。あのさ。はい。俺変わったかな。はい。初めて会った時のことを考えるとすごく変わったと思います。どんな風に？どんな風にって言われても。思ったんだ、凛のためにやり直せないかって。今の俺ならやり直せるんじゃないかって。今の俺ならかなことやり直せるんじゃないかって。どう思う？私に聞かないでください。やり直せるならそれが一番いいと思います。小柳さん本当に変わりましたから。最初は何よりも仕事や自分のメンツが大切な人にしか見えませんでしたけど、少しずつ凛ちゃんと心が触れ合うようになって、凛ちゃんが初めて逆上がりができて感動して泣いてた時には笑っちゃいましたけど、凛ちゃんがいじめられた時も最初はすごくのんきだったのに、いつの間にか真剣に先生と話したり。でも一番驚いたのは緑銀行を辞めた時かな。とにかく今の小柳さんは何よりも凛ちゃんを大切にしてると思います。だからだ、俺が変われたのは凛のおかげ。それから
北島さんのおかげだから。ありがとう。私が来ること知ってるの？言ってない。変わってないのね。紅茶でいい？入れてくれるの？それはかなこの目で確かめてくれないか。そうすれば必ず考えを変えてくれると思う。何が言いたいの？もう一度ここで三人で暮らさないか。美味しい。やり直そう。俺とかなことりんの3人で。